マキダに巨孫石小図13世紀陶仏とは、中世から近世にかけて尊ばれた中国製品の画商である。競技にはそう、元、明、清時代の美術作品を指す場合もある。なおこの場合の、唐は広く中国のことを指し、唐時代に作られたという意味ではない。また、江戸時代以後、陶仏屋など、長崎貿易で扱う舶来品全般を陶仏とする場合がある。 日本初期の時代から交流があり、最も近い外国である、からが外国の意味で用いる、からの由来であると考えられている。やがて、からの意味は拡大され、8世紀頃には党を指す言葉となっていた。動物という言葉の書出は、官武天皇の時代、日本語期の大道を3年11月の文書にある、雑落の芸人たちに対する動物禁止令に見られる。 この時代の動物には、仏典や仏具、書籍などが多く、大陸の文化を吸収するための教材としての意義があった。平安時代初期には、貴族の間で動物が重要な献上物や、ステータスシンボルとなっていた。朝廷は、海外の商船が持ち込む財物を優先的に買い上げる、動物史を太財府に派遣し先外見を行使した。貴族たちも、 同様の私的な買い付け人を送り、朝廷はしばしば競合を防ぐための禁令を出している。歌天皇の代に公的な剣討士は中止されたが、民間の商人による動物の貿易量は、国風文化と呼ばれる時代になっても増え続けた。人々は、動物と本町物の美術品を違う役割を持つ、ものとして受容し、状況に応じて使い分けた。平安時代末期には兵士が台頭し、 日ソ貿易を掌握することで得た経済力を権力の基盤とした。鎌倉時代、貿易の相手は層から元に変わった。現行と呼ばれる国家間の衝突があっても、動物の流入は変わることなく続いた。前週や喫茶の習慣が日本に広まり、茶道具が動物の重要な物品となった。太平記には佐々木道与が当茶の景品として、 多数の動物を継ぎ込んで楽しんだ様子が描かれている。室町時代には、書院における失来の形式化に伴って権威化した。足利将軍家では、同胞衆である、脳網、芸網、総網の親子が、動物目利きとして、遊品の選定を行った。彼ら三網が三代にわたって編纂した、訓大関西有長記は、こうした失来における動物の価値体系を伝えている。 後任の乱の後、幕府の財政は逼迫し、足利義政は溜め込んだ動物を、同報酬が決めた価値を基準に切り売りした。こうした、将軍家曰く付きの動物は、東山魚物と呼ばれた。安土桃山時代には茶の湯が政治の手段に利用され、動物の名物は贈与剤、維新剤として活用された。織田信長は、多くの動物茶器を収集し、 論功交渉に用いたが、本能寺の変とともにその多くが失われた。豊臣秀吉も茶の湯を政治利用したが、その茶器の構成は朝鮮産や国産が主流となっていた。東照宮五三木、徳川三木によれば、徳川家康は茶道具への執着がなく、動物の名物を惜しげもなく貸ししている。江戸時代に入ると日本は、鎖国体制を国税とし、幕府は、 長崎貿易を直轄し民間人による海外との交易を禁じた。官営年間には長崎で仕入れた舶来品を商う動物屋が現れるようになった。初期の動物屋は今日でいう高級美術賞で茶室で使う絵画や茶器などの名物を扱う商人を広く動物屋と呼んでいた。元禄の,の頃にはガラス機やラシャを使った小間物など、 舶来品専門の雑貨商となり、成金や庶民で賑わうようになった。動仏風の品は国内産であっても、動仏と呼ばれていた。唐ラ唐ヌなど、等とついても大半は国内産というものもある。これらを文献上で判別することは難しく、上代から問題となっていた。時代が下り心眼の目利きが厳しくなると、イミテーションの技術も上がり、 き絵のように逆輸出品となる場合もあった。ありがとうございます。